はい、こんにちは。久々に、人間分読シリーズをやってみたいと思います。ボーラード・ワンダックをやってみます。とりあえずブレークはドンピシャ真ん中に当たっていると思います。トラブルが一箇所ありますね。これは銃弾がないです。一番しかなさそうなので一番から行きます。これが 7.5 度なので、何ですか、黄色のオレンジライン。はい、ここから今度4番しかなさそうなので4番いきます。これで今30度、ブルーライン。気持ち超えてるかもという感じがあるので、ちょっとひねります。はい、なんとかいきました。これでもうなってこないですね。はい、これが今 7.5 ですから、逆オレンジライン。これで10が見えてるはずです。10が見えてて、今、8を狙いたいところですね。これはもう、前半の左にひねりちょっと入れるぐらいです。これで8が見えてるはずなんで、切り替えしましょう。これは、5度ですね。はい、もうちょっと行ってくれれば見えると思います。はい、なんとか行けたと思います。はい、電圧で引きますか。はい、これで2番がありますけども、ちょっとスクラッチ怖いですね、これ。7.5 オレンジライン。はい、ギリギリ行きましたね。こっちから行くと7。7で行くか3で行くかなんですけども、7で今30度をちょっと超えたぐらい。これ30度、37.5 で見ます。で、右にひねり入れます。はい、なんとか行きました。これで、押してこっちから来て、こう行きますか。はい、これも 7.5 なので、オレンジラインで押し入れます。これでいいかな。はい、まあまあでしたね。はい、ここで今、22.5。もうイコールレッドラインです。はい、なんとか、私の人間分度器はまだ狂ってませんでした。はい、こんな感じでありがとうございました。